どうもです。大雨の次は猛暑ですか。外だけでなくエアコンをつけていない部屋の暑さもかなりのものです。結局今日も出かけられなくて家で動画を撮っています。っていつもか。さて今回の動画はカメラの液晶画面を見やすくする液晶ビューファインダーを紹介します。液晶ビューファインダーはこういうものです。カメラの背面液晶にかぶせてファインダーのようにしちゃうものです。昼間外で撮影している時に太陽が眩しいせいで液晶画面見づらい時ってありますよね。手でこうやって光を遮って見ている方よく見かけますし、私もよくします。今使っている GH4 のようなファインダーがあるミラーレスカメラは写真や動画を撮る時も撮ったものを確認する時もファインダーが使えます。なので眩しくて見づらい時はファインダーを使えば大丈夫です。しかし 6D Mark II のような一眼レフカメラはファインダーが使えるのは写真を撮る時だけです。動画を撮る時や撮ったものを確認する時は背面液晶になります。背面液晶しかないカメラは分かりますよね。言わずもがなです。そこで液晶ビューファインダーといっても、私も最近存在を知って試しに買ってみたところで、便利かどうか今から試すところです。それでは開封準備のために一旦カメラ止めます。それでは開けていきます。私が買ったのはタリオンというメーカーが出しているTRV2 というカメラにしっかり取り付けるタイプのものです。それでは中身を全部取り出していきます。すべて取り出しました。まずはこちら、カメラに取り付ける時の台座というかクイックシューですね。三脚ネジがあって、で裏を見ると他にも三脚穴が2つ開いています。私のビデオ運台にも使えるのかな。あとここですね、強力なマグネットが仕込まれていて、でその下に平べったい穴が開いています。次にこちら、六角レンチなんですけれども、使うところがどこにも見当たらないです。次にクロスです。大きさはこんな感じです。次にこちら、黒くて見えづらいかもしれませんが、この通りストラップです。取り付け場所は後で説明します。長さから首にかけるようだと思うんですが、先端からこれくらいのところにバックルがあって、外せます。最後にこちら本体です。側面はこんな感じです。ここに小さな穴、ストラップの穴が開いてあって、ここを回すと視度調整ができます。そしてここは今は右目で覗くようになっていますが、このように外したり反対につけて左用にすることもできます。カメラ側はこんな感じで、さっきのクイックシューをマグネットでこのように取り付けます。では私の 6D Mark II につけてみます。カメラの液晶と液晶ビューファインダーの枠の位置を同じにするために3箇所のネジを緩めて上下左右を調整します。台座の位置もこっちからグッと押してあげて、でここに隙間ができないようにね、押してあげて、で最後にコインできつく締めてあげます。最後にレンズをつけて完成です。てかすごい見た目が変わっちゃいますね。あとどうしてもなんですが、ここわかりますかね、ほんの少しだけどうしても隙間が空いちゃいます。仕方ないんでしょうね。じゃあ使ってみましょうかね。今のアングルだと分かりづらいんで、またアングル変えます。カメラの液晶、通常はこれくらいの大きさですが、どうでしょう、大きく映ってますね。 2.5 倍だそうです。でまた上に上げれば通常の大きさになります。液晶ビューファインダーで覗いているときは液晶画面での操作できませんが、こうやってすぐに開けられるので液晶での操作すぐにできます。あとせっかくの 6D Mark II のバリアングル液晶が使えなくなるんじゃないかって心配される方いらっしゃると思うんですが、
実はね、これ土台は三脚ネジですが、ビューファインダーはマグネットでついているだけなので、ちょっと力いりますが外すことができます。なのでバリアングル液晶使えます。で、終わったら元に戻してまたマグネットでつけるということができます。手持ちで動画撮影するときって両手で持って液晶を見てこんな状態で撮るんですけれども、液晶ビューファインダーを使うとこうやってね、顔を含めた3点で支えられるから、より手ぶれが抑えられるかもしれませんね。じゃあ試してみますね。まずはレンズの手ぶれ補正なしでビューファインダーを使った場合、次に手ぶれ補正なしで外した場合、ビデオ雲台につけてみました。あと 100mm、400mm のレンズに変えてみました。いかがでしょう。なんだかとんでもなく大げさな機材になってしまいましたね。あと先ほど言った土台のクイックシューですが、アルカスイス互換よりも幅が広かったので私のビデオ雲台には直接つけられませんでした。残念。で、今ねカメラ止めてね、いろいろ試してみたんですが、残念な点、まあ私だけに限った話なんですけれども、もう一つ見つかっちゃいました。それは私伊丹空港で飛行機の離着陸撮ってるんですが、スタートがだいたいこれくらいの角度なんですよ。で、ゴールっていうか終わりがねこれぐらいの角度なんですよ。なのでこの中を終始覗こうとしたらこうなって、でこうでしょ、こうでしょ、こうでしょ、無理です。だからちゃんと撮れたかどうかの確認のためだけにこれを使うことになりますね。ただし定点撮影や移動が少ない場合は使えると思います。いかがでしたでしょうか。感想はまずね、やっぱりね、大げさな装備に見えちゃってちょっと恥ずかしいですね。100mm、400mm をつけた日にはね、さらに大きくなって何やれ何やれって指刺されそうですね。使ってみての感想って、まだ部屋でしか使ってませんが、右手と左手とあと顔の3点でカメラを支えるので、手持ちで動画撮影するとき手ぶれがより抑えられて便利かなと思いました。ただし撮ったものを確認するだけなら、今回私が買ったしっかり取り付けるタイプではなく取り外しが簡単なタイプを選んだ方がいいですね。あとは外で使ってみてどうかですね。皆さんも興味が湧いたら自分に合いそうなものを見つけて試してみてはいかがでしょうか。私が買ったのは5000円ちょっとしましたが、もっと安いものからあります。ということで今回は以上です。バイバイ。